それでは今回のクリエイターズタイムは、片渕素直監督を招きしてお話を伺っていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日このロケ地がラピュタ映画館のラピュタ阿佐ヶ谷のロビーなんですけれど、片渕監督にとっては思い出深い場所ですよね。そうなんですよね。だからマイマイ進行と千年の魔法がとにかくここでなんかそのレートショーでやらせてもらって、そうするとレートショーだから大人のお客さんたくさん来てくださるだろうなと思いながらも、ちゃんと来ていただかなきゃいけないって言って、毎日毎晩あの舞台挨拶を繰り返してたんで、本当にね毎日毎日ここへ通ってたんですよ。もう僕も多分50歳過ぎてたんですけど、とはいえなんか青春の場所みたいなところですね。最初のロードショーからあのむしろこのラピュタ阿佐ヶ谷でやったことでこう人気が可視化されたというか、届くべき人に届いて映画の寿命が伸びたというのがやっぱ実感がありましたか。やっぱりなんか映画ってそれなりの時間をかけて作るんですけど、それがなんか使い捨てみたいになるのがすごく嫌だったんですけど、あこれでそのなんだろうな、ちゃんと見てもらえるんだなっていう。マイマイ進行と千年の魔法は、まあ、タイトルにも入っていますけれど、舞台になった抱負の千年前の風景が出てきて、そこにあの少女時代の清少納言が出てくる、まあ、南儀子という名前で出てくるわけですけど、原作にはない要素ですよね。あそうですね、原作はただあの周防の国の国府があったから、はい、あの抱負であり、うん、あのその千年前にはここに国の都があったんだよっておじいさんに言われるだけなんですけど、はい、国の都に誰がいたんだろうなと思ってたら、子供の頃の清少納言がどうもいたようだなって、でそこからどんどん自分の中で話が進んでいくんですけど、そして今ね制作中の次回作もあの平安時代千年前が舞台ということなんですが、もともとその時代に興味があったりしたんですか。いやそんなこともなかったですね。だいたい抱負っていうのもその映画作るときに初めて行ったところだったりして、あでもこういう場所があるんだっていうのがすごく面白くなって、というのは抱負は例えば千年前の海岸線みたいなのが、あの土地の凹凸になって残ってたりするんですね。でそういう千年前からの時の流れがそのまま感じられるような場所だったりしたわけなんですよ。でその平安時代っていうと自分でもなんか少し縁遠いなと思ってたんですけど、その千年の時がこう一つに連なってるんだなと思うと、ちょっともうすごく面白くなってきて、いろいろ親近感が湧くようになっていったんですね。そしてまあ清少納言が子どもの頃8歳ぐらいでここにいたんだろうなとか思ってたら、まあじゃあその清少納言が大人になって京都に帰って、そこからなんか その時はどうなってたんだろうなみたいな、そういうところにまでなんかこう視野が広がっていったりしたんですね。じゃあむしろ前々進行であの千年前扱ったことがあの今の作品につながってきてる感じなんですね。そうですそうです、うん、前々進行作りながらいろいろ考えたりとか、あのこう知識を蓄えたりしたことがなんかそのままだとなんかあのまだその先があるよってなんか、うん、あのそのなんか知識みたいなのが自分でなんか言い出したみたいな感じがあるんですよね。あれですね、知識が言い出すんですね。分かんないけどね、なんかいろいろこうなんか溜めといたものがね、なんかまだまだ先があるんだけどっていう感じが。片渕監督はもともと大学、まあ、日大の芸術学部の映画学会入られてアニメーション専攻されたわけですけれど、もうその時点でアニメ業界に入ろうって決めてらっしゃったんですか。あそれはその目的で言ってますね、うん、なんかあの大学は結構いい加減に、全然違う理工学部と教育学部と映画学科を受けてて、で映画学科が実は本命ではあったんですけどね、で教育学部とか行ったらちょっと歴史をやろうかなと思ってたんで結局そこへ戻ってるみたいな感じもあるわけなんです。まあじゃあ一応本命のところに合格したんでそこで行こうと。そうですそうです。あのなんかこんな作品作りたいとかそういうのってあったんですか当時。そうですね、70年代ぐらいからそのアニメーションが割と、なんていうかね、ティーンエイジャー向けみたいになっていくんですけど、はい、その前の感じがやっぱり自分の中にその自分ちが映画館だったりして、うん、昔の東映動画の長編動画見てて、うん、なんかその感じ感覚みたいな漫画映画って勝手に読んでたんですけど、うん、そういうのに行きたいなと思ってたんですね、うん、でたまたまそれでだから一番最初にその宮崎駿さんの名探偵ホームズで声かけてもらって、だったらなんかそこでそういうのが活かせるなと思ったら、
あのなんか宮崎さんもだから漫画映画をその頃がまだなんか頭の中にあった、うんうん、あるいはちょっと通り過ぎかけてたんだけど、うん、なんか漫画映画のことをこうその香りが分かるやつだなみたいに言われてたりもしたんですね、うん、僕ね。あれなんですよね、その漫画映画でいうと、最初のアニメ体験はあの3歳の時にあの映画館で見たワンパク王子のオロチ退治、まだ3歳になるギリギリ直前ぐらいなんですよ、まだ2歳代なんですよね。でだからそれはなぜ覚えてるかって言ったら、途中から見て最初から見れなかった悔しさっていうので覚えてるみたいなんですけど、まああのね、昔の映画館途中で入って途中で出てくるって割と当たり前でしたからね。だからなんか1周したりとか、うん、全部その2周したりとかもできたりしましたよね。さすがに2歳ぐらいだからあの、まあ、終わりまで行ったからって、うん、あの親が連れて出ちゃった感じなんですよね、うん、たまたま見始めた場面が大塚康雄さんと月岡貞夫さんが作画されたところだったんですね、はい、もうじゃあもう大クライマックスじゃないですか。そうなんですよ。なんか赤鼻っていうのがガタ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 って震えてるあたりとか、はい、そういうのはもうタイタン棒が棒とか笛吹いたりするんですけど、はいはい、笛じゃない、うん、ラッパみたいな角笛ですね、うん、そういうのがこう全部自分の中に残ってて、うん、で高校生ぐらいの段階でなんか大塚康雄さんの名前がそれに つながっていってたりしたわけなんですよ、ね、はい、それでだから漫画映画ってそういう感触なんだな、うん、でそれと大塚さんの名前とかが一緒になってて、うん、でしかも大学へ行ったらあのその年かなから月岡貞夫さんが、はい、あの先生で来てくれてたりしたわけなんですね、うん、じゃあそういう縁にも導かれて、うん、